問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 一番。男の学生と女の学生が話しています。女の学生は、明日、どんな服を着ますか急に頼んでごめんね。明日の司会。うん,うん。それはいいんだけど、どんな服着ていったらいいかな服ね。きちんとした感じの服がいいと思うけど。 じゃあ、やっぱりスーツか。上はシャツだけでもいいかな。明日もすごく暑くなりそうだから。それはいいんじゃないかな。男性もノーネクタイが普通になったし。女の学生は、明日、どんな服を着ますか 2>, 2番大学で男の留学生と女の学生が話しています男の留学生はこの後まず何をしますか秋子さんちょっといいですかああリーさんどうしたのアルバイトを探したいんですが何からしたらいいでしょうかそうね アルバイトの雑誌とか、学校に貼ってある紙とかを見て、まずやりたいアルバイトを探すことからね。日本語がわからなかったら、私に見せて。その後、店に電話しましょう。はい。男の留学生は、この後、まず何をしますか 3番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はレポートのためにまず何をしますか今度のレポートにデータが欲しいんだけど、やっぱりネットで探すのが早いかな。そうね。でもあの先生嫌いだよ。 ネットから資料を使うの。そうか。じゃあ、自分でアンケートを取ろうかな。いいけど、100は集めないとダメだよ。ええそれは無理。大学の図書館は行ったいや、まだ。じゃあ行かないと。丁寧に探せば何か見つかるよ。古い新聞なんかもたくさんあるし。わかった。 男の学生はレポートのためにまず何をしますか4番。 バスの中で旅行会社の人が話しています。バスの中のお客さんはこの後まず何をしますか今日は午後に桜山神社を見学してりんご園に行きます。もちろんりんごはその場で食べることができ、またお持ち帰りもできます。どうぞお楽しみに。 ではその前に昼食のお時間です。あちらに見えるレストランの2階に席をご用意しています。お食事が終わりましたら1階にお土産物のコーナーがありますのでお買い物をお楽しみください。1時半にはバスにお戻りください。 バスの中のお客さんはこのあとまず何をしますか五番。 女の人と男の人が話しています。二人は結婚祝いに何をあげますかあきこちゃんへの結婚祝い、何にしましょううん、二人の写真を飾れるように写真立てとかいいけど、写真立ては誰か他の人も選びそう。じゃあ、ワインはあきこちゃん、ワイン好きだから。 それだったらワイングラスの方がいいんじゃない長く使えるから。でもダメだ。彼がお酒飲めなかったんだ。うーん。じゃあ、カタログから好きなものを選んでもらおうか。それは嫌よ。やっぱり何か自分たちで選んであげましょうよ。あ、お鍋のセットはあきこちゃんは料理好きだから喜ぶと思う。ああ。 いいね。それにしよう。二人は結婚祝いに何をあげますか。 6番女の人と男の人が話しています今年の夏どんなところに行きますか今年の夏はどこに行く久しぶりに京都に行きたいなお寺を見に行きたいでも京都って夏暑いじゃない昔8月に行った時すごく暑かったそうじゃあどこか海に行く うーん、あまり日焼けしたくないのよね。文句ばかりだな。じゃあ、プールのあるホテルにでも泊まるそれより山の方がいいな。隣の原さん、最近よく山に登るらしいんだけど、話を聞いてたら行きたくなっちゃって。じゃあ、そうしてみるか。今年の夏。 どんなところに行きますか。七番。写真屋で。女の人と。 店の人が話しています女の人はいつ写真を撮りに来ますか今日撮ってもらった写真はいつできますか来週の火曜日にはできますえ、そんなにかかるんですかできれば明日母に送りたいんですが申し訳ありません明日は日曜で休みでしてじゃあ今日か 明後日の月曜はどうですか?。ちょっとお待ちください。お待たせしました。明後日でしたら、何とかご用意できそうです。ああ、よかったです。じゃあ、それでお願いします。女の人は。いつ写真を撮りに来ますか。 8番会社で女の人とアルバイトの男の学生が話しています。男の学生はこの後最初に何をしますかこれは商品の注文リストで店ごとになっています。それぞれ箱に分けて今日の4時までに出します。はい。じゃあまず 棚から商品を集めてくれますかで、ここで箱に入れてください。箱のサイズは4種類あるので、合うものを選んでください。わかりました。全部箱に入れたら、1階の倉庫に運んでください。わかりました。男の学生は、この後、最初に何をしますか 問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙を見てください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番良いものを 一つ選んでくださいでは練習しましょう一番女の人と男の人が話しています男の人はどうして

そんなことないよ、失敗ばっかりそう全然わからなかった、数字とか間違えたいや、そういうのはない、でも大事なことを言うのを忘れちゃって、それが残念そっか昨日も仕事でミスしちゃったし、最近うまくいかないなでも本当に良かったよ、わかりやすかったし そうかなでもありがとう男の人はどうして残念だと言っていますか 2>, 2番女の人と男の人が話しています。男の人は最近どれくらい走っていますか 久しぶり。あれ、だいぶ痩せたね。うん。去年からジョギングをするようになって。そうなんだ。毎日いや、毎日じゃないんだけどね。でも、だいたい週に4日は走ってる。4日も私も前は土日にスポーツクラブに行ってたんだけど、今は何も運動してない。そうなんだ。ああ、あと、 山にも毎月一回は行ってるよへえ、私も何かやろうかな男の人は最近どれくらい走っていますか 3番女の学生と男の学生が話しています。男の学生はどうして友達が来ないと言っていますか 石川くん来ないね。迷子になってんじゃない大丈夫だと思うよ。地図渡してあるし。日にち間違えたりしてないよね。それはないよ。昨日会った時に明日はバイト終わってから行くって言ってたから。そうなんだ。ねえ、メールとか来てないちょっと待って。あ、来てた。熱があるから、 今日はごめんなさいってなんだ男の学生はどうして友達が来ないと言っていますか 4番センターで案内を聞いています。何をしてはいけませんか 本日お使いになるのは会議室 A ですね。すみませんが、今日は隣の部屋で試験を行っていますので、なるべく静かにしていただくようご協力ください。普通に話すのは大丈夫です。それから、お弁当を食べたり、飲み物を飲んだりするのも構いません。ただし、ゴミ箱は置いていませんので、ゴミは持ち帰ってください。あと、 パソコンが必要な場合はこちらでお貸しすることもできます何をしてはいけませんか 5番男の学生と女の学生が話しています。二人はどうやって美術館に行きますか ここから美術館までどうやって行く地下鉄だと一駅、バスだと10分かかるかな。歩いて行こうよ。街を見ながら歩く方が楽しいじゃない。でも、受付が5時までだよ。え、全然時間がないじゃない。それだったらタクシーにしようよ。遅れたら嫌だもん。そうだね。地下鉄の駅もバス乗り場もよくわからないからね。 2人はどうやって美術館に行きますか6番。女の人と 男の人が話しています男の人はサッカーを何年しましたか 田中さん、学生の時サッカーをやってたんですね。部長から聞きました。はい。中学の時に3年、それから高校の時も3年、クラブ活動でやってました。今はやってないんですか働き出して、初めの1年は町のサッカークラブに入っていたんです。でも、ここに移ってからの2年は全くやってませんね。そうですか。またできればいいですね。ええ、最近。 また探しているところです男の人はサッカーを何年しましたか 7番男の学生と女の学生が話しています「二人はどこで会いますか?」。 日曜のセミナー一緒に行こうよ。うん。朝日町の国際センターだよね。どこで会おうかセンターの入り口でいいんじゃないうーん初めてだからちょっと不安だな。駅の方じゃダメいいよ。じゃあ港町駅の改札にしようか。ああでももしかしたら遅れるかもしれないからどこかお店の方がいいな。 それか本屋さんとか駅の中に「a b c ブックっていう本屋があるよ。じゃあそこにしよう二人はどこで会いますか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では 練習しましょう一番コピーをしたいのですがやり方がわかりません聞きたいですなんと言いますか一。ちょっと教えてほしいんですが S 2> 2 <S ちょっと教えてもいいですか <3 S 1> ちょっと教えてあげましょうか二番。 先生の研究室に入ります。何と言いますか ?1、失礼します。2、2> ごめんください。3、よろしくお願いします。 3番先輩が荷物を持っています。重そうです。何と言いますか 1, ?1 荷物持ちましょうか。2, 2荷物取ってくれますか ?3 荷物貸してもらいます。 4番、国に帰ります。先生や友達に何と言いますか ?1、1> お先に。2>, 2、お大事に。3、どうぞお元気で。 5番友達が電話しています。でも、ここで携帯電話を使ってはいけません。何と言いますか 1, ?1 ここで携帯を使ったらダメだよ。2, 2ここでは携帯は使わなくていいよ。3 ここは携帯が使いにくいね問題4問題4では。 絵などがありません。まず、文を聞いてください。それから、その返事を聞いて、1から3の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 一番、いろいろお世話になりました。一、こちらこそありがとうございました。二、ええ、お世話いただきました。三、皆さんのおかげです。 2番、課長に相談したらどう ?1、うん、そうした方がいいよ。2、2> うん、聞くといいよ。3、うん、そうしようと思う。 3番あのー、これ頼んだものと違うんですが 1, 1お構いなく 2, 2ごめんください3失礼いたしました。 4番、どんなスポーツが好きですか ?1、1> 水泳以外は何でも。2>, 2、昨日も運動しましたよ。3、A、少しなら。 5番ちょっとよろしいでしょうか。1, 1> それはよくないですね。2, 2はい何でしょうか。3ええよかったですね。 6番、これ、田中さんに渡しておいてくれる ?1、じゃあ、そうしてもらいましょう。2、2> ええ、あそこに置いてありますよ。3、はい、田中さんですね。 7番、風がひどくて昨日は休みました。1、1> お疲れ様。2>, 2、もう大丈夫 ?3、どうしたの 8番、試験に合格したそうですね。1、はい、大丈夫です。2、2> どういたしまして。3、ええ、おかげさまで。